猿神は、日吉神などの太陽神の使者とされる猿の化身、及び中世の日本の説話に登場する猿の妖怪。東京都千代田区、日枝神社の猿神、日本猿三神としての日本猿も、参照比永山延暦寺の僧の著書とされる神道、理論書、明る天気によれば、漢字の発明者とされる古代中国の伝説上の人物、宗潔が神の出現前に、釈迦が、 日本の日吉に神として現れ、猿の形を借りて、吉祥を示すと知り、猿に示すと意味で漢字の神を発明したことや、宗決は実は釈迦の前世であり、釈迦が日吉に祀られて間もなく、猿たちが日吉大社に集まったことが記述されている。この話は創作だが、仏教が日本に伝来するにあたり、それ以前から日本で信仰されていた日吉神など、 日本古来の神の信仰をつなぎ合わせるものとして、興味深いものと見る向きもあり、猿が日吉神の使者とされた由来の一つと考えられている。また、日本最古の説話集、日本元宝禅悪霊域には、大御国安群で、三神んの僧のもとに猿が現れて、自分は、インドの王だったが、生前の罪で猿に生まれ変わり、この神社の神となったと語る話があり、 ヤャソ軍が、ビワ湖を挟んで、日吉大社の反対岸にあることから、8世紀から9世紀頃には、ビワ湖、南岸一帯で猿の信仰が広まっており、中世に入って猿を神の使いとみなす考えに、繋がったものとみられる。猿神には、太陽神としての側面もあるが、日吉の表記が、太陽に通じ、猿が、日の出と共に騒ぎ出す性質があるために、 猿と太陽が関連づけられたとする説が唱えられ、猿に太陽を抑える役目が与えられたものと言われる。しかし人々の多くが農耕生活から離れ、日の出と日の入りを生活基盤とする習慣も少なくなるにつれ、太陽神としての猿神の性格は薄れていったようである。中世から近世にかけて流行した三農信仰においても猿は神の使いとしての役割を担っており、 山の神としても尊ばれた。このように天界と地上を媒介する猿神の性質は外部からの侵入を排除して村内を守る村落の神仏の信仰。特にこう、中でも、後進信仰では、後進町の収束が始まって以降、猿が猿に通じることから、後進等に見猿、聞か猿、言わ猿の三縁が掘られることが広く行われるようになった。また、絵本対抗期によれば、 豊臣秀吉の母が男子を授かるよう秀吉神に願ったところ、海中に太陽が入る夢を見て、秀吉を見ごもったとあり、秀吉が去るとあだなされたことは、大海の秀吉信仰や猿神信仰に関係しているとの説もある。今若物語集の猿神大地中世の日本の説話集、今若物語集、宇治周囲物語などには、 猿神は人間に害をなす妖怪として登場しており、中でも、根弱物語集巻26、三正河国神医漁師、はかりごととめ池にえ語がよく知られている。美正河国の中山の神である大猿は年に一度、人間たちに、女性の池にえを求めていた。ある年に中山近くの少女が池にえに指定され、家族が嘆いていると、そこへ訪れた若い漁師が事情を聞き、 少女の身代わりとなって猿、胎児の訓練を施した犬と共に室に入り、生贄に差し出された。やがて身長七、八尺の大猿が百匹ほどの猿を引き連れて現れたので、漁師は室から飛び出して猿たちを次々に倒した。残るは大猿の身となったが、一人の宮司に猿神がつき、二度と生贄を求めないとして、許しをこうたので、漁師は大猿を逃がした。以来、 生贄が求められることはなくなったという、動物神としての性格を失った後の猿神は、人間から警部される傾向にあり、それをよく表す話に、室町時代のおとぎ宗師、藤袋の宗師がある。大見国で老人が畑を耕しつつ、猿でもいいから仕事を手伝ってくれたものを自分の婿にしようと呟くと、大猿が現れて畑仕事を手伝い、 約束を守るよう念を押して立ち去った。翌日、大猿は、老人の娘を奪って山へ連れて行った。大猿が娘を藤袋に閉じ込め、その場を離れた隙に、老人に助けを求められた貴族が娘を救い、代わりに袋に犬を入れておいた。そうと知らずに戻ってきた大猿は、犬に噛み殺されてしまった。これらの他にも日本各地に猿神退治の伝説があるが、内容は、 同様に、猿が、人間の女性を生贄を求め、通りすがりの漁師や僧侶が、身代わりとなって退治するというものである。これらの説話は、同様に生贄を求めた末に退治されたというヤマタの、オロチの神話を彷彿させるが、根弱物語集の猿神もヤマタのオロチも、神と巫女との結婚儀礼をもとにして生まれたものと、考えられている。また、 これらのように猿神大治の説話には必ずと言って、良いほど犬が登場することも特徴である。大治話の犬に固有の名前がついていることも多く、長野県の光前寺に伝わる霊犬、宗太郎も、比比大事の伝説として知られている。教法時代の怪談集、太平百物語では、猿神大治の説話が怪談風に脚色されている。能と国で、ある武士が、 化け物屋敷と言われる屋敷に入り、夜遅くに川屋に入ると、何者かが尻を投げてきた。武士がこれを捕まえて引きずり出し、組み合った末に刺し殺すと、それは年老いた猿であり、屋敷の裏には猿に食い殺された多くの人骨があった。この猿には人を食べるという獰猛な性格に加え、尻を投げるという滑稽の面があるが、猿はもともと人間に似ているにもかかわらず、 人間ほど進化していない動物のため、猿を小馬鹿にしたり、同化とみなす感情が人々の中に生まれたものと見られている。また、岡山県美禅地方や徳島県長郡、紀藤地方では、猿神はつきものとされる。これに疲れた人間は暴れ出すといい、その害は犬神よりも大きいという、ありがとうございます。